はい、それでは新しい箱の方をやっていきましょう。一体ここはどこだと。どこなんでしょう。箱の中？前回見ましたね。奇妙な動きは、動きの発覚。回っているのでもなく、落ちているのでもなく、私は自分自身の入り口をくぐったことを感じ、ビジョンを消滅した。なんかまあ、まあいいか。でも、わからんと思う。何を言うとんのか意味わからんと思う。これなんか絵描いてましたね。ヌルエレメントを記したメモ。はい。はい。だから、玉が入ってる。ここに、こう、絵が描いてあるね。丸とか。この下、なんかあるわけでもない。これ引き出しかな。なんか柄があるね。で、これも。鍵が、つけといた方がいいんかな。これで見てみっか。あ、なんかあるわ。なんか触った跡みたいなのある。これなんやろ。あ、手形。どうした？何これ？なんか変わった？これなんやろ。ここもなんかずらせそうな雰囲気が。あ、いけた。何これ？ああ。動かせないんだけど。これまあ買ったよね、どっかにね、さっき。これね。なんか覗いたらいいんかな。いや、そんなこともないか。なんだろう。これなんかこの黒とこの色が。あるね。これが何やったんやろ。あ、ちょっと待って、なんか。こっち側にこれ。これ何やろ。あ、出てきた。歯車。小さな歯車を手に入れました。何やろ、どこで歯車使うんかな。ちょっと見てみっか。三角になってる。三角にはめれる場所はどこにあるのかな。この辺とかなんかあるかな。それっぽいの。なんか学校が書いてある。星型のソケット。これは？三角をはめる場所はないね。ヒント。何らかのスイッチがどこかにあるはずだ。へえ。スイッチ、これじゃないの。じゃあ、スイッチ。何らかのスイッチ。どれだ？ヒントが出た。この辺にヒントが出た。なんだ？真鍮のスイッチが天板の側面にある。真鍮のスイッチが天板の側面にある。これか。これかな。開いた。これや。スチョン。動いた。全部回していけっていうことかな。こういって。どういうこと？なんなん？ どういうこと？何をせえっていうのこれ。どうすんのこれ。なんかヒントがあるのかな。
何がしたんや。なんか行ったぞ。1個開いたな。何な、何の法則これ。何か法則あんのかな。何の法則があんの。あ、全部開けなあかんでしょ。開いた。あ、これでいいんじゃね。し、なんか分からんけど、いった。で、これ何これ。あ、なんか挟まってる。あ、球体。金属の球、何かがおかしい気がする。見てみよう。なんだよ、何がおかしい。あ、パカッて開きそう。パカッて開きそう。パカッて開くんじゃないの。これだって、これがあるもんね。何回乗っけたら開くんかな。ここだけ色は違う。なんでこの球体を入れる場所があるんでしょう。ちょっと柄見てみよう。何やろこの柄。この辺に置くんじゃねえの。違うんかな。なんか柄出てる。あ、出た。これ何やろ。これでいいんか。3が S。渦巻き三角。三角渦巻き S。三角渦巻き S。三角渦巻き S。あれ合わすとこでどこやったっけ。あれ合わすとこなくなった。あ、これか。三角、これか。渦巻き S、 これ S やな。これでどっちやった。こっちかな。これにしてみようか。これどう。よし、開いた。コインだ。はい、見てみようか。なんだ、丸っこい。丸っこいもはめれるとこどっかあったでしょ。多分言うことはここ。これかな。はい。ちゃうわ。ここかな。違うな。これも終わったでしょ。ヒント。取った球体をよく調べてみる。はい。あ、お、回るやん。何やね、回るんや。パカパカ開かへんの。柄がおたよ、これ。なんか、なんかの柄におた。あの柄どっかで見ましたかみたいな感じかな。使う場所あんのかな。もう一回ちょっと見るか。開かへんのかな。これ絶対開くのよね。もうこれただ触れないでしょ。あ、押せた。なんやねん、押せたわ。ちょ、開いてよ。はい。回ってる。取れた。小さな歯車取った。これだけ。じゃあ、これかな。はい。はい。スイッチオン。次は、これが移動した。で、開いた。取ってからついた。はい。あ、欲しいや。はい。タロットカード。タロットカード関係ないの。はい。ということは、星はここで使うと。はい。はい。で、回すと。回った。オルゴールか。だからなんさ、上開きそうやな。レコードみたいなこれ書けんのかな。そういうこっちじゃないか。へえ。そこ見てみっか。なんかあったかな。
手形しかないよな。これ何やったん、この譜面は。関係あるわけでもないか。あ、回ってるやん。あ、ちょっと待って、なんか出たぞ。ちょゆっくりね。それ。あ、来た、はい。はい。何なんだから、なんだ、むしましみか。あ、ちょっと待って、そう、欲しい、なんか。決まってんや。もうちょっとそれ欲しいんやけど。それが欲しいんやけど。あ、開いてる。鍵や。鍵だ。で、この下にまだあるぞ、これ。これ回すか。これ回したらなんかなのかな。まだ鍵使おう。これだな。とりあえず、鍵。はい、何これ、なんだ、なんかよう分からんけど、これ開かへんな。あ、これ上げちゃえばいいんか。これ上げちゃうだけで変わんのかな。はい、元戻ってるわ。これでまた戻ってしょ。あ、なるほどね。これ上げちゃって、サクッと上がって、で、これを回すと。こっちにね。はい。これで、いったんじゃね。よし、取った。取ってつけた。よし、これが、なんか足りないって、これじゃね。もういや、逃げに。これじゃやばい。よし、いった。んで、すんげえ開いたんやけど、ピアノや。おい、ちょっとわからんぞ、そういうの。トントントン。おいた。で、なんなん、来た。コイン入れるためのソケットなんだよ。よしよし、はい、これでいった。何、スイッチオン、何、なんだ、なんか出た。おしゃれ押せと。はい。てん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 。おしゃれ。ああ、間違った。ひどい。はい。はい、次は。うん、これな。はい、もういいでしょ。うん、ね、てん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 、はい。うん。なんか出たぞ。金属のハンドル二つ。よし。よし。さよなら。はい。もういいや。それいらね。んで、そのハンドルつけそうなとこあったっけ。上かな、じゃあ。
ここか。ここつけてんのかな。四角くなってんのよな、ここな。違うな。これ何やろ。あ、待ってる。ん？ハンドルどこで使うんや。ここ？ここ回らへんよな。どこでハンドルを使うんじゃい。どこハンドル使うとこあったっけな。トンって言った。丸い箱の裏側に真鍮プレートを開けたとこ回すとこができるシリンダーを再現した。何、どういうことやな。シリンダーを再現した。何を言うとんねん。シリンダーを再現した。こっちでしょ。何を言うとんのこの人。丸い箱の裏側の真鍮プレートを開けたところに回すところができるシリンダー。裏っ側か。ここか。ここじゃないの。あ、場所が変わってる。何やねん。場所変わったぞ。場所分かったけど回らないでしょ。何何。真鍮プレートちょうど裏側には星形の鍵を調べる必要がある。星形の鍵の向きを回すの。じゃあ知ってるよ、それ回してんやん、さっきからずっと。よいしょ。まだあんの、なんかそういうの。それ取ったでしょ、もうさっき。うん、でも取ったんじゃない。まだ取るもんあんの。え、まだ取るもんあんの。まだある。でも取ったんやけど、これによってなんか変わってんのかな。あ、またこれ変わってるわ。あ、はい、これ変わってた。矢印がこれとこっちも連携してる。ここね、連携してるわ。え、なんなんこれ。ほんでこのマーク、これとこれじゃないやつをここに持ってこいってことかな。どういうことなの。これと星形の鍵を運用するとき、真鍮プレートは真鍮の部分に左右一つずつ強平です。上下左下にセットすると、うん、回転死んだ死んだ回転記号を合わせなければならない。何を言うとんねん。何合わせんねん。この書いてあるから合わせなければならないって知らんがな。そんなこの柄に合わせろっていうことかな。これとこれ火星人みたいなんと、なんか H みたいなマーク。はい、火星人みたいなのと H みたいなマークね。だからこっちが、あ、そこにこれ合わせろっていうか、これやね。はい、それを合わせてっていうことかな。はい、もう一個、もう一個こっち。はい、はい、でここが H みたいなマークね。これでいいんかな。まあそういうことやろうな。いた、あ、いた。で何で、これ状態でこれ上向けろということかな。そうすると、はい、そうすると押せる。はい、あ、なんな、ちょっと待って、今数字関係あるやろ今の。これ動かせへんでしょ。動かせるのか。309、なんだよ、なんな。ただ回せる。何かが違うのかな。別に変わってないよな。あ、柄になってるわ。柄合わせ、
ホームゲームとか、ホームゲームとか、あ、57、当たった。はい、573、はい、OK。573、573、はい、来た。なんか出たぞ、今度は。なんだ、本？何これ。あ、何今度。関係ないな。なんじゃい？あ、書いてある。あ、ルービックキューブみたいになってる。どういうこと？あ、これか。はい。これはめろと。はい。はい、これで見て、これぐるぐる回しながらなんかするんじゃない？これは？どうしたいの？何が？何がしたいの？これ。